はい、皆さんどうもお疲れ様です、今回はですね、ガチャは終わってしまったんですけれども、こちらの乙姫について話していきたいかなというふうに思っております。あと使用感ですね。はい、使用感話していこうかなと思っております。で、現在ですけれども育成140レベルまで、進んでおりますというところで、それを踏まえて、また戦闘等を見ていきたいかなというふうに思います。で、乙姫ですけれども、がっつりと、スリープキャラです。パッシブスキルで、深海のイザナイというスキルがあるんですけれども、そこで2体眠らせるっていうところと、この2体の、スリープエンターが、眠り状態でない敵が対象になってくるので、もともと相手の場に眠り状態の、敵がいた場合は、全ての相手のキャラが眠り状態になるというスキルになっております。で、あと竜宮を継ぐものですね。この乙姫自体に、乙姫自体が1体以上、敵を倒している場合、乙姫が、復活して、その復活した乙姫は、また敵を1体以上倒すまでアイアンハート無効の効果がつきますよという、かなり強力な、スキルを持っているところです。で、火力面に関しても、非常に強いというか、月下水蓮ですね。で、これが敵一体に4倍ダメージを与えつつ、TU1 で使えるの で、あと3回まで使えるんで、実質12倍ダメージですね実質12倍ダメージのスキルを持っていたり、パンドラズケース、これもドリーム系のスキルの完全15巻なんですけど、2体攻撃6倍ダメージで、さらにスピリットもガンガン補充していきますという効果になっております。で、敵1体を倒した後は、魚竜の舞ということで、これも敵を2体スリープさせる、スキルになるというところなんで、純粋なスリープ系の、キャラなんじゃないかというところですかね。はい、逆にここまでシンプルだと、使い勝手がいいというところもあるんで、乙姫に関しては、他にスリープキャラ、特にかぐや姫だったりだとか、茨姫、その辺のキャラが育っている人でしたら、母体でも使えますし、育成必要なく使えるんじゃないかなと思います。とにかくこのパッシブスキルの、竜宮を継ぐものが便利すぎるっていうところですかね。深海のイザナイが、便利すぎるというところかなというふうに思います。雷ロロティアのスリープ版だと思ってもらえれば、いいんじゃないかというところですね。はい。で、今回使ってみた、感想としては、乙姫ですね、自分もちょっと本当に抜けていた部分でもあるんですけれども、最近のキャラって本当にアイアンハート、アイアンホープを、絶対に持っているキャラが多いっていうか、ほとんどがもうそうなんですけれども、乙姫に関しては、アイアンハート、アイアンホープを持っていないということで、若干というよりか、もうかなりですね、かなり乙姫自体は、打たれ弱いです。はい、そこちょっと抜けていたところなんですけれども、でも母体運用する方だったりっていうのは、この深海のイザナイだけでも、全然活用できるキャラっていうところですので、問題はないところかなというふうに思います。ただ乙姫に関して言うと、逆にアイアンハート、アイアンホープを持っていると、この竜宮を継ぐものがですね、これ毒ダメージや燃焼ダメージで倒された場合は効果発動しないんで、そこを踏まえての効果になってくるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、やっぱりその最近のアイアンハート、アイアンホープ持ってるのが当たり前っていうふうに考えてしまうと、ちょっとやっぱり耐久面難があるんじゃないかというふうに思ってしまいますかね。はい、で、あともう一つ月下水蓮に関しても、先ほどですね、4倍ダメージを、最大3回まで叩き込むスキルというふうに言ったんですけれども、そうは言ってもやっぱりその茨で止まったり、相手の羽メリゼットですね、その辺のキャラでやっぱどうしても止まってしまうんで、確実にその連続して動けるスキルじゃないっていうのも、一つ、意外と止まるパターンはあるかなという印象ですかね。はい、ただそれを踏まえてもやはりかなり強力なキャラであるということは間違いないですけれども、最近の、
まあ環境破壊するようなキャラたちと比べると、まあ、若干見劣りするところはあるんじゃないかというふうには思っております。はい、まあということで、これが使ってみた感想になるんですが、今回戦闘をちょっとお見せしようかなというところで、パーティーこちらで、組んでみました。まあガッツリスリープですねもうこれ以上ないくらいスリープなんじゃないかなというふうに思います。ミザーニャと、イバラ姫でリュドクラですね、今回ちょっと採用してみましたということで、まあリュドクラですね、やっぱ最近はちょっと、まあ、かぐや姫の、まあ、介護官みたいな完全介護官ぐらいな、イメージにはなってくるんですけれども、まあやっぱり弱いわけではないですね。で特にこれぐらいがっつりスリープに固めるんだったらリュドクラも全然ありかなっていうところですよね。で先発でイバラ姫使っているんですが、これ最初かぐや姫の方で試してたんですけど、多分パーティーバランス考えるとイバラ姫の方がいいかなということで、まあ、かぐや姫先発に置いちゃうと先に相手のターン迎えるだけで相手の敵キャラ1体眠ってしまうんで、そうなってくるとアーニャのブラックアウトも使えないですし、リュドクラもフォーススリープが使えなくなるというところなんで、まあ茨姫を採用して、もう初手寝かせる担当は水アーニャに任せるのがいいんじゃないかというところですかね。はい、でここで、まあブロッカーランスロットを倒されるまでに、結構敵キャラも寝てるんですけど、さらに追い打ちで乙姫出てくるということになってくるんで、もう盤面睡眠だらけですよいやもう使ってみた戦闘ですね、まあ 3,4 回ぐらい見たんですけど、乙姫が盤に出た瞬間、まあ水アニャもいるんでね、ミザーニャもいるんで、実質これが3体スリープになると、乙姫が出てくるだけで、でプラスアルファでこれだけ睡眠でがっつり固めていると、もう実質全スリープですね相手の場はい、まあということもあって、まあ相手からしたらかなりうざい牽制になってるんじゃないかなというふうに思いますかね。で、まあ、控えキャラも、今回は、若干スリープに、控えキャラというよりかは、まあ、2部隊目、3部隊目含めて若干スリープに寄せています。まあ、ただ、オーディンだけは早めに出しとかないと、まあ、後々というよりかは、まあ、第2部隊までに出しとかないと、まあ、カラスの負傷関数減っちゃうんで、まあ、早めに使ってるっていうところですかね。まあ、ただ、オーディンも、まあ、ヘイトが高いキャラなんで、まあ、カラス含めて実質ブロッカーみたいな役割を担ってもらえたらなっていうところですね。で先ほど説明忘れてしまったんですけど、乙姫に関してですが、まあ条件満たすとヘッド跳ね上がりますまあそれまではミザーニャの方が高いっていうぐらいですかね。でその条件っていうのが、魚竜の舞の発動条件を満たした時というところで、これは本当に跳ね上がりますね。かなりのヘイトの高さです。まあ、なんで、リュドクラがですね、まあ、結構リュドクラは、この編成だと、キルつけやすい編成になってるんで、まあ、バンガードの効果発動を狙って、リュドミラ&クラリスに、まあ、ちょっとブロッカーの役割も兼ねてもらいたいっていう狙いがあったりしますかね。でリュドクラも、ブロッカーになってる時はアーマーがつくんで、65% のアーマーつくんで、これが実は、ミザーニャとの相性がめちゃくちゃいいということで、まあ、イージスバリアつくとこの 65% のアーマーにプラスアルファで 35% のアーマーがついてくるんで、まあ、リュドクラがかなり硬いっていうところかなと思いますかね。うん、そうですね。この効果はアーマーなど他のダメージ減少効果と重複するということなんで、まあ、65% 減少した上でさらにそこから 35% 減少するんで、もう実質8割以上はカットなんじゃないかっていうところですよね、リュドミランドクラリスの。まあ、とはいえアーマー向こうの攻撃来たら関係ないんですけど、まあ、かなりの相性の良さはあるんじゃないかなというふうに思います。で今回に関して言うと、まあ、茨姫使ってるんで燃焼に対してどうなんだっていうところあるかなと思うんですが、まあ、実は燃焼にも強いというか、
まあ、ミズアニャがいるんで、基本的にこちらの、睡眠に関しては、呪いじゃないです、単純なスリープで、今回は勝負していくというところになっております。はい、まあそんなところですかね。で、後ろの説明はまあスリープに寄せてるというふうに言ったんですけど、まあ第3第4舞台ぐらいになってくるともうさすがにスリープキャラがいなくなってくるんで、まあ毒とか使ってますけれども、まあほぼほぼ純粋スリープで今回は組んでみたというところで、こちらですね、戦闘の方を見ていきたいかなというふうに思います。それでは、戦闘の方行っていきましょう。はい、ということで始まりました。でお相手ですけれども、まあ、かぐや姫と、まあ、雷クラリスというところで、まあ多分ちょっとオート電化っぽい感じはあるかなというところですけれども、まあ多少気にせず見ていきたいかなというふうに思います。でまあ今回はたまたま初手で、ユドメランドクラリスにキルついたんですけど、まあ基本はそんな簡単につかないですね。で逆にリュドクラにキルがつくと、まあかなりの防御力を誇ってくれるというところなんで、まあ今コンボスターターなんかも 45,000 ですね、かなりのダメージを抑えてるんじゃないかというふうに思います。まあただ先発にあれなんだっけ、今のアーサー王の攻撃も14万まで抑えてますからね。まあ、ただ相手の先発にやっぱり闇ジャンヌがいると、まあちょっとまた話変わってくるところですけどね。でまあやはりこちらはもうスリープ完全にメインになってくるんで、まあランスロットをですね少しまあ処理しきれないっていうところはあるんですけれども、そこはまあ若干は諦めるしかないかなと。はい、でそろそろランスロットが、落ちるんで、まあ、そこからが、まあ、乙姫の、まあ、見せ場が来るんじゃないかというところですかね。というかやっぱりリュドクラもこうやって見ると普通に強いキャラですよね。なんかやっぱり環境、来たで、まあ、こんな感じで、ほぼほぼ全体スリープが入ります。まあただでもう一つ止まるパターンとして、相手にかぐや姫がいる場合ですね、まあ惑星探査なんちゃらかんちゃらが今回かぐや姫入っちゃったんで、残念ながら動き止まってしまいましたと。まあただこの現状を見てもらうと、かなり恐ろしいんじゃないかなというふうに思います。まあ、基本的に相手は何もできずに、ただただ時が流れていくし、こちら側のキャラがですね、これ全部、相手を起こさないスキルを、まあ、持っているというところなんで、まあより、より、なんだろうな、まあ相手の動きを止めるっていう面に対して、威力を発揮してくるところじゃないかというところですかね。で、相手の、まあ、かぐや姫のムーンライトなんかは、まあ、リュドクラも、乙姫も2体攻撃無効なんで、まあ、防ぐことができると。あ、これですね、ミスミスっていうちょっと厄介すぎる動きですよね。はい、でまあリュドクラがやっぱかなり、まあ、こう暴れることができると、まあ暴れるキャラですよね、本当にかなり厄介なキャラだと思います。こういう風に型にはまってくると。で乙姫さっき眠ってしまったんですけど、ようやく、月下水蓮一発撃ったぐらいかな、まあ、なんでここから2発も撃てるというところで、まあ、相手を倒すこともできたんで、まあ、これで深海のイザナイの効果も、発動します。さらに魚竜の舞でまた全体スリープが入るということで、いやー恐ろしいですね。で多分月下水蓮は打ち切ったんで、これでパンドラズケースにつながっていきますよというところで、まあ、かぐや姫も落とせましたね。であともう一つ強い点としては、この編成やたらスピリッ
ット溜まりますっていうよりかもスピリット消費するキャラいないんで基本的にも相手の、睡眠キャラに攻撃ぶち込んでいくだけなん で、でそのドリーム系のスキルはもう基本的には、スピリット消費せずに、どんどん溜まっていく一方になるんで、もうそこも含めて強いんじゃないかなと思いますね。まああのあれなんだっけ、パンドラズケースに関しても、まあ、あの一応スピリット1使いはするんですけど、まあ、攻撃が当たった対象に何だろう、攻撃が当たった対象1体につき、まあ、3倍、スピリット3増加するという効果もついてますしね。でさっきちらっと流したんですけれども、2回目の何だっけ、あのスキル2回目の魚流の舞使えてましたね。でクイックナイトメアからのサベージノックアウト、いやー強力ですね。まあ、ただ今回はちょっととどめさせることができなかったんでブロッカーの状態ではないんですが、まあこうなってくると、まあここでヘイトが高いのは多分まあまだアーニャかな。あ、じゃあこっちか、リュドクラもそういえばヘイト高いキャラだったの忘れてたわ。まあでもリュドクラ倒されて、まあラッキーだったかなと思います。ゴッドスタンは光屋根が吸ってくれたんでね。でまあこれだけ活躍してくれている乙姫ですけれども、まだこれであれですからね、あれ、まだ復活してないですからね。こっからがさらに乙姫の真髄というか真骨頂になってくるんじゃないかなと思います。あー、まあイージスオーバーロード打たれちゃうんですけど、これは仕方ないかなというところですかね。でイージスオーバーロードもやっぱり全体攻撃っていうのはなかなか厄介ですよね。今だと茨を全て、取り払われてしまったというところで、まあかなりきつい状況かなと思います。というかやっぱ乙姫に関してはあれですね、多分魚竜の舞の発動条件さえ満たしてなければかなりヘイト低いですね。わあ、ラグナロクが来てしまいましたということで、ここでようやく乙姫が倒されるんですが復活します。でまあ、竜宮の舞が今発動してるんですけれども、でまあ、月下水蓮で、カラス倒しまくってるんですけど、まあ、一応カラスに対しては、発動しないんで大丈夫です。でこのパンドラズケースも、まあ、ここの一撃で本来だったら、まあ、相手のキャラっていうか、なんだっけ、相手の闇ジャンルもアイアンホープついてても倒してくれたんですけど、まあ、今回関係なかったというところで、まあ、ちょっともったいないかなというところですかね。で、はい、魚竜の舞の効果を満たしていると、乙姫すぐにやられます。まあ、ここだけがちょっとネックかなっていうところありますかね。やっぱりかなりのヘイトの高さになりますね。はい、ということで、まあ、主役がもう、倒されてしまったので、今回はもうスキップでしていきましょう。はい、ということで、あともう一戦だけですね、ちょっと見ていただきたいものがあるんですけれども、ちょっとお付き合いいただきたいかなというふうに思います。はい、でこちらの戦闘ですね、まあ、ちょっと相手の編成等には触れずに、ただただ試合展開だけを見ていただきたいかなと思います。まあ、乙姫が場に出てからですね、ちょっとお時間いただきたいかなというところで、まあ、カットすればいいんですけど、まあ、すぐなんで今回の編成あれです、前言ってたあのかぐや姫を逆に先発にしていた形ですね。まあ、かぐや姫先発にしていると逆に相手の、キャラが、睡眠に入る機会が少ないというところですね。
はい、でパンドラズケースで今ミザーニャ、倒したんで、まあもう魚竜の舞を打てるようになったっていうことは、キルがついている状態になっております。まあということなんで、深海のイザナイも、効果として発動するというのを覚えておいてもらいたいかなというところですね。ではちょっとこのまま、見ていただきたいかなと思うんですけれどもまあそろそろ、まあ HP 見てもらえば分かるんですけど、そろそろですねはい、ということで、まあ、毒ダメージで倒されたんですけれども、まあ、やっぱ毒ダメージで倒された時は、神経のイザナイの効果が発動しません。はい、まあということなので、ちょっとここ気をつけたいポイントになってくるかなというところですね。まあ特に今相手の場にもいるんですけど、孫悟空に対してまあちょっとなんて言うんだろう、毒まかれた後に、まあ孫悟空は絶対に一撃ずつ入れてくるんで、まあ乙姫に関してもそこは例外じゃなくて、一発攻撃をもらうんで、まあそこに対してですね、まあ結構 HP ギリギリまで削られたりとかすると、まあちょっと深海のイザナイに、繋がっていくことができないよというところで、まあそこだけ気にしてもらえればなというふうに思います。はい、ということで、今回の乙姫についてどうだったでしょうか。まあ今回かなりスリープに押せたんでね、まあ相手の盤面も、まあスリープ状態だらけ。まあ特に今回で言うと、まあかぐや姫もいて、さらに、雷クラリスがいたというところなんで、まあスリープに対しては、まあ若干まあアンチスリープだったり、まあステルスガードだったりついていたところですけれども、そこに対してももう関係なく、ガンガンスリープ入れていけたというところなんで、もうそのアンチスリープじゃなくて、完全にワンタイムアンチスリープじゃなくて、もう完全にですね、もうスリープを無効化するっていうキャラじゃない限りは、まあこれだけスリープに寄せればの話ですけれども、かなり止まることはないんじゃないかなっていうふうに思いましたかね。はい、まああとは、140レベルというところもありましたけれども、月下水蓮の、3連発ですね、あれやっぱ決まると強いっていうところもあるかなというふうに思います。まあ、パンドラズケースに関しても6倍ダメージ出るところなんで、やっぱり控えスキルの効果で出てきた乙姫の、方ですね、そちらに対してはやはり結構アイアンハート向こうも、刺さってくるところじゃないかというところで、まあダメージアーマー向こうもついてるんで、まあ運が良ければそこでミズアーニャとかを倒しきることができたりすると、まあ、より強力なんじゃないかなというふうに思ったりもします。はい、まあというところで、終始安定した戦闘をちょっと見せてしまったところではあるんですけれども、まあやはり何度も言いますけれども、展開次第でかなり変わってくるところっていうのもあるんで、まあ今回あとは、初手でブロッカーが2体いたりもしたんでね、まあそこでちょっと、動きも違ってくるところじゃないかなというふうに思いますかね。はい、でそうだ、最後にですけれども、やっぱ耐久面ですね耐久面だけはもう本当に、ちょっと気をつけていきたいっていうキャラかなというふうに思います。はい、まあというところで、この動画が面白いと思いましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。